去年5月にセクハラ疑惑が報じられた岐阜県岐南町の小島秀夫町長、弁護士からなる町の第三者委員会は、退職者を含む町の職員161人へのアンケートをもとに、少なくとも99の小島町長の言動をセクハラと認定し、昨日その調査結果を公表しました。こんなことでセクハラなるんかな。しかしどれですか。5番。5番なんでした。土日出勤者のところを通りかかったもんで、大変やで、ご苦労さんなってポンポンでやってったよ、頭を、うん、よくできた子、頑張ってる子人の頭が出たよ、そういう感覚なんやわ。 CBC テレビの取材に対し小島町長は、99の言動のうち頑張れよという形で頭をポンポンと触った、熱あるんかと言っておでこを触った、子供はまだ作らんのかと聞いた、下の名前で呼んだなど8つの言動は事実だと認めました。その上で、ねぎらいの意味だったなどと話し、セクハラではないと主張しました。小島町長は今日午後に会見を開く予定です。